あれから40年。お父さんお父さん、お昼はおそばとおうどんどっちがいい？そうめんにしてくれ。難しい人。次の日、お父さんお父さん、うん、お父さんお父さんだよね。お父さん、なんだよ。なんだ、聞こえてるんじゃないのよ。次の日、お父さんお父さん、お昼はお味噌汁作るけれど、わかめとお揚げとしじみと、何がいい？うん、結構あるんじゃないかよ。だってインスタントだもん。ということで、皆さんこんにちは、綾小路きみまろもどきでございます。今日の食材はトトトトトト長芋です。この長芋っちゅうものはですね、滋養強壮にいいんですね。ムチンという栄養素が入っておりましてね、このムチンはね、胃壁を保護したり肝臓や腎臓の機能を良くしたりするんですね。アミラーゼ、ジラスターゼという消化酵素も入ってましてね、一緒に食べるものの消化を促すんですね。トトントトントントン、ということはのんべが食べる食材としては良いということなんですね。綾小路きみまろプラスお父さんでした。ご拝聴ありがとうございました。はい、長芋ちゃんです。長芋は生で食べられるお芋ですね。ビタミン C 入ってますんで、あまり加熱しすぎるとビタミン C が壊れちゃうんですね。ですが今日は皮ごと食べたいんで、この皮目をですね焼きたいと。中も若干加熱して、ちょっとほっくり感が多少出ればなと思ってるんですね。ということで、グリルにお芋をですね、ドドンと入れて加熱します。はい、焼き具合見てみましょうね。ほら、汗かいてる。水分が出てきてる。じゃあちょっとこれ裏返しにして、もうちょっとだけ焼きましょうね。はい、お芋のいい匂いがしますね。そしたら切りますね。どうやって食べるのかまだ皆さんイメージ湧いてないですよね。私も今どうやって切ろうかなと思ってるんですよね。これちょっと細いですからね。斜めにしようかな。ちょっと最初だけこんな感じ。いや、断面をちょっと大きくすると。8ミリ程度かな。よいしょ、はい、出来上がり。そしたらですね、すりごまですね。黒のすりごまで塩入れてますね。ごま3に対して塩1。塩味が少ない方がいい人は少なくして、それでこういう、黒ごまの、黒のすりごまの塩ですね。ごま塩か。ごま塩を作るんですね。それでパッとに開けましてね、長芋をですね、こうやってつけるんですね。で、こんな感じで、はい、これ出来上がり。砂遊びしてるような感じになっちゃいましたけど。山芋の水分でよくつきますね。ごまは健康にいいですからね。それでスプーンで梅好みですね、梅好みをですねこう乗せます。料理というよりも工作をしているような感じですね。こうね、ね、はい、はい、出来上がりです。じゃあ早速試食に入りましょう。はい、お疲れ様です。じゃあピクも今日は頑張りました。お父さんありがとうね、頑張ったね。何でもできるんだね。スーパードッグだよね。そしたら味見をしますね。これですね、ごまが、黒ごまがたくさんついてますね。うん、おいしい。ごまと非常に合いますね。日本の老舗桃屋さん、ご飯ですよ、桃屋さんですよね。これの梅好みをつけました。うん、中は生なんですよね。こっちも美味しいです。梅は殺菌作用もあるし、だからというわけでは全然ないんですけれど、頭の方がスピッとする感じですよね。うん、まあ、いいとですけれど、長芋をですね、皮ごと焼いて切って、この味を乗せて、それで食べるという、まあ、調理というほどのものでもありませんが、今日はご案内しました。どうぞやってみてください。綾小路きみまろもどきとお父さんでした。バイバーイ。